漫才になる。行きつけ？お好み焼き村の行きです。おー、まあ、贅沢。いいよね。これは何を作ってくれてるんですか？これはね、今ウニホーレンっていう。ウニホーレンじゃん。これはやっぱ人気があるんですか？よく出ますね。なんだ。デビット食べたことあるの？告白が告白あります。広島に住んでるけど。関西圏？食べたことないです。初めてですよ。これはうまそう。カツにほうれん。どう？おいしい。うまい。合う。すごい合う。あ、本当だ。おうまい。じゃあデイビッド、デイビッドも初めてだから、アメリカから来て、はい、初めてウニホーレン食べる。行ったぞ。どう？ちょうどいい。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 正直その広島では広島焼きと、うんうんうん、いや大阪のお好み焼きの違いがわからない。うん、麺ですね。違います、野菜です。麺の上に野菜がそうそうたくさん入ってるを言おうと思ってましたけど、うんうんうん、これで食べるんですよ、はい、これをグーに握ってもらって、うん、でちょっと熱いんでふうふうしてこうか。おいしい。火が入ってくるけん、それで、はい、いいね。ういね、ネギいいよね。やばいよね。これやばいわ。うん、ぜひここのお好み焼き村広島のだいぶアピールになってきてるので食べに来んちゃい。何て言ってか食べに来んちゃい。広島弁講座を始めようか。しもうた。標準語ではしまった。英語ではうっす。もう一回言いましょう。お客様の前でやばいことを言うてしもうた。いつもすいません。
ましょう。